デレクロバートローはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のミネソタツインズ所属。2009年の MLB ドラフト28巡目でテキサスレンジャーズから指名されるも契約せずマイアミデイド大学へ進学した。2011年の MLB ドラフト9巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され。 7月12日に契約。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで15試合に登板して防御率2.50、19奪三振を記録した。2012年は A 級オーガスタグリーンジャケッツで32試合に登板して5勝2敗、防御率2.91、67奪三振を記録した。2013年は、 ルーキー級のアリゾナリーグジャイアンツと A 級オーガスタ、A 級サンノゼジャイアンツでプレーし、3球団合計で46試合に登板して5勝3敗、防御率2.31、102奪三振を記録した。2014年は、A 級リッチモンドフライングスクールレルズで27試合に、登板、2勝0敗、防御率2.57を残したが、7月24日に、トミー・ジョン手術を受け、 これ以降の登板はなかった。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2015年7月に復帰し、同年は AQ リッチモンドで28試合に登板して0、小1敗、防御率4.56、32奪三振を記録した。サンフランシスコジャイアンツ時代2016年の開幕は、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎えたが、4月15日に、故障者リスト入りしたセルジオロモに代わって、ロースターに登録され、メジャー初昇格。同日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビューを果たした。メジャー1年目は、セットアッパーとして61試合に登板、4勝2敗、防御率2.13の好成績を残した。2019年2月1日に、 ディーフとなり、8日に、マイナー契約で、トリプル A 級サクラメントへ配属された。2019年4月2日にケビン・ピラーとのトレードで、アレン・ハンソン、フアン・デポーラと共に、トロント・ブルージェイズへ移籍した。移籍後は、三カのトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレイし、5月3日に、メジャー契約を結んで、アクティブ・ロースター入りした。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。 2020年1月30日にレンジャーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年は新型コロナウイルスの影響でマイナーリーグの試合が開催されずメジャーにも昇格しなかったため公式戦の登板はなかった。オフの11月2日に FA となった。2020年12月にミネソタツインズと マイナー契約を結んだ。2021年5月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月18日にィーフとなり、20日にマイナー契約で参加のトリプル a 級セントポールセインツへ配属された。7月1日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。